皆さんこんにちは。昨日の引き続きになります。これはね、はい、昨日紹介しましたね。昨日のねサムネイルを見たお父さんが本気でびっくりしたと言っておりました。お父さんが一番騙された感じでございますね。でも本当にあの量の買い物をされたら困るだろうな、うん、というわけでミニミニサイズなので安心して見てくださいね。ではこちらから紹介していきますね。気になるよね。はい、見えてます。まず傘、はい、おしゃれ、上等な感じしますね。日傘かな。次がこちら、はい、かわいい髪飾りとミラーですね。そして、はい、こちらちゃんと入ってますね、箱はね。よし、お、出てきた出てきた。開くんです、ここ。ほら、お金持ちそうになりますね、これ持つと。一つ目からすごいです。では、二つ目、可愛らしい袋に入ってます。夏らしいね、バッグ。可愛らしいね。そして、あ、可愛い。こんなパンプスですね、可愛い。そして、まだ入ってましたよ。これは何かしら。アクセサリーかな。指輪とこちらがブレスレット、これはネックレスかな。素敵な内容でしたね。はい、あと3つでございます。こちらはおやつくぬ、スプーンとこんなのがついてます。なんだろう、あんみつ、あー、かわいい。ちゃんと入ってましたね。では、いただきます。ケーキですね。パンダケーキが2つついてます。こちらチーズケーキ、この入れ物もね、こんなんですよね、チーズのね。あるある、こういうのあるある。本当にチーズケーキだ。はい、おやつでした。残りあと2つですね。まずこちら、なんか見覚えのあるね、袋だね。これとこれと、まず1つ目がこちらはクッキーになってますね。おお、一個ずつなんだ全部。こちらは何でしょうか。はい、開けます。はい、あー、ぐちゃぐちゃなっちゃってる。これは紅茶のセットですね。これティー、お、ちゃんと、あ、茶葉も入ってましたね。そして、こちらですね。これは何でしょうか。薄いから、タオルかな。あ、タオルですね。こんな感じの内容でした。それでは最後になります。こちら。なんだろう、シャネル風。はい、では見ていきましょう。はい、箱に入っていますが、中身は、なんだろうね。カバンかな。カバンでした。わ、有名なカバンですね。鍵入れるやつですね。はいはい、これで本当の本当に最後だね。はい、箱の中には何でしょうか。
と、おー、ブーツだった。はい、ブーツ、おー、スリー、こんな内容でした。昨日からね、たくさん紹介してきましたけども、こちらはデパートで楽しいお買い物っていうね、リーメントのおもちゃでした。2005年のね、おもちゃですね。これがリーメントってすごい高級感があったね。こんな感じでたくさん紹介してきましたけど、ありましたね、こんなね。はい、いろいろね、探してると楽しいおもちゃが見つかります。またね、いいのがあったら紹介したいと思います。今日から変に、バイバーイ。